있습니다. Pabilang ko kanina. Ang dilim-dilim. Akala ko talaga kunin ako. Nanaginip pala. Huwag ka mag-alala. Nandito lang ako. Palagi kitang babantayan. Hindi ka mag-iisa. Okay? Pulbis ako? Oo. Pang-anim na linggo na. Hindi mo ba napansin? Magkakaroon ako ng anak? Ganun pa? Tama yan. Pero sa kaso mo, hindi magiging madali. Marami kang dapat isipin at i-consider. Una, baka pagkapanganak mo palang sa bata, HIV positive na siya kaagad. Ikalawa, yung katawan mo. Siguradong doble ang magiging hirap sa pagbubuntis mo. Pero siyempre, sa bandang huli, ikaw pa rin ang mag-decide kung itutuloy mo o hindi. Mahal na mahal kita. Mas mahalaga ka sa akin. Kasi sa batang hindi pa nagsisila. Yun ang totoo, kahit magalit ka. Kung papipiliin ako sa mga dalawa, pipiliin kita. Hindi ang bata. Mas akin, akong intindi mo. Ayoko mabawasan ang panahon nating dalawa. Bakit sadyang mapaglaro ang tatana kung sino ang mahal mo? Siya ba ang napapalayo sa'yo kung hindi tayo para sa isa't isa? Sa puso ko hinahanap-hanap kita.慶吾がツアーに行くようにあなたから説得してくれる？あの人来月から半年かけてツアーに出ることになってて、もし行かないと契約不履行で何億っていう負債を背負い込むことになるの。本当に今度こそ音楽続けられなくなるかもしれない。それと子供を諦めてほしいの。この前話した私の姉だけど。聞きました。圭吾の赤ちゃんを産む時に亡くなったんでしょ。そうよ。姉が死んだ後あの人しばらく抜け殻だった。何度か自殺しようとしたのよ。
からね。本当のこと言うと私今怖いの。今の敬語はあなたが全てだから。Makakaranas siya ng maraming complications. And at worst, pwede siyang mamatay dahil doon. Magkaiba kaming dalawa ni Lisa, Keigo! Iba ang buhay ko! Gusto ko isilang anak mo, Keigo! Masama bang gustuhin ko yun? Masaki! Masaki! あなたに話したいことがあるの。平塚先生と会って相談してきたの。あなたの体のこと。お母さん、今まであなたのやることに反対したこと一度もない。いろいろ心配なことがあってもあなたが自分の責任で自分の勇気で乗り切っていけるならそれでいいと思ってた。でも今度だけはお願い、お母さんの言うこと聞いて。赤ちゃんは諦めて。私一緒に買ったの覚えてるでしょ。私だと思って持ってて。この星みたいなの私たちの赤ちゃん。やっぱりどうしても産みたいか。赤ちゃんは諦める。Galing ako sa ospital. Inayos ko yung abortion papers para bukas. Masaki. Hindi ko inisip ang kapakanan ng bata. Na magiging kalagayan niya. Naging makasarili ako. Pero alam mo, kahit tinala ko siya sa loob na maiksing panahon, ayoko makalimutan ang bata nagpasaya sa akin. Ayoko mapura ang mga munting alaalang iniwan niya. Isusuko ko na siya kay ko. Sana kari, o negay ga aru no. Tsuwa ni itte kite, Keigo. たら半年はかかる。もしもその間に、その間に私が死ぬのが怖い？大丈夫だよ。発症してからだって頑張って何年も生きてる人いっぱいいるし、その間に私が飲める薬もできるかもしれないし、半年くらいどうってことないよ。敬語は私が死ぬかもって思ってるから、今しか見えなくなってる。でもね、未来があるんだよ私たちには。敬語には音楽を続けてってほしいし、私は私できちんと生きていかなきゃ。今破れかぶれなんてどうするの。敬語がツアーに行くなら
私は赤ちゃんを諦める。じっと静かにして体力を蓄えて圭吾が迎えに来てくれるまで待ってる。だからね、どうしても一人で行くっていうのか。うん、行ってくる。圭吾がそばにいると帰って辛いから。じゃあ、110-63でいつもと変わりないですね。こんにちは、私の赤ちゃん。あなたに出会ったのが私の人生で2番目に嬉しい出来事でした。パパと出会ったことの次に
sorry mo sa akin. Kapag nawala ang anak natin, ang puso mo masasaktan. Higit pa sa sakit na mararamdaman mo. Para sa akin, hindi lang kalusugan mo ang mahalaga, pati ang iyong kaligayahan. Isang pamilya na tayo. Nandiyan ako, ikaw at ang baby natin.大丈夫？今2回クーラー入れたから寝てくる？うん、うん、どうしたの？お母さんごめんね。敬語も産んでいいって一緒に頑張ろうって言ってくれたんだ。約束するよ、私絶対に乗り切ってみせる。お母さんを心配させたり悲しませるようなこと絶対にしない。まさき、あなたって子は心配させないとか悲しませないとか口先ばっかり。いつだってあなたお母さんや周りの人に心配のかけ通しじゃない。お母さんいくつ体があったって足りないわよ。もういい、好きにしなさい。その代わりお母さん、これからはもうちょっとやそっとのことじゃ泣かないわよ。あなたのために泣くのは今日が最後にする。本当に最後よ。これから先お母さんを泣かすことはやめてね。今だけよ、泣くのは今だけ。送りたいんだけど。いいよ、お前の体の方が大事だから。ありがとう、これつけてくれたんだね。うん、これからも渡すものがあるんだ。お前が倒れた日に立ってずっと渡せなかった。待って、今はまだ受け取れない。圭吾が迎えに来てくれる日まで。まさき、その日まで私
病気しない。元気で頑張るから。これはその時のご褒美に取っておいて。分かった。子供の名前を考えている。男の子だったら両親の名前を一字ずつ取って慎吾、もしも女の子だったら恵子。ちょっといい時間、移動中におもちゃを見たからちょっとおもちゃ買った。こんなに買っちゃったよ。これ全部航空便で送るから受け取ってね。今離乳食の作り方を勉強している。どうだ、一見汚く見えるけど栄養たっぷりなの。この前もう一度 HIV の検査を受けた。俺が白だったんだから子供も多分大丈夫。心配するな。では最後に、生まれてくる君のために一曲。あ、すごい。圭吾、楽しいビデオレターありがとう。私もお返しにビデオを作ってみました。体調も万全で発症する前と同じくらい元気だよ。平塚先生は奇跡的だって言うけど、私は奇跡でも何でもないと思うんだ。人は心が元気だと体だって元気になるんだよ。私は信じてる。この子を無事に産めるって、ニコニコ笑って敬語に再会できるって、そして何年でも何十年でも敬語と一緒に生きていけるって、この子が私にそう思わせてくれたんだ。いつか何年かしたらこのビデオをまた一緒に見ようね。敬語と私と大きくなった赤ちゃんの3人で、もうすぐ会えるよね圭吾。もうすぐ。そう、なんか足りないな。あ、そっか、花があった方がいいね。花が。まさき、よく頑張ったね。石川さんに会ったら褒めてもらわないとね。嫌いな牛乳毎日飲んだからかな。じゃあお花買ってくるね。うん、行ってらっしゃい。行ってきます。気をつけてね。はい。俺だよ、今帰ってきた。これからタクシーそっちに向かう。早く会いたいから何も買わずに行く。脇目も振らずまっすぐにだ。まさき、この空の下にお前がいるんだな。これからはずっと一緒だ。もう離さない。
kitsariyang mapaglaro ang tatana kung sino ang mahal mo. Masaki! Siya ba ang napapalayo sa'yo? Masaki! Hindi tayo para sa isa't isa. Halaga ka dito sa puso ko, magkaiba man ang ating mundo. Kung ang pag-ibig natin ay hindi nararapat, laging iisipin puso ko sa'yo ay tapat. Kung hindi tayo para sa isa't isa, sa puso ko hinahanap-hanap kita. Magkaiba man ang araw.